一番最初知ったきっかけは、8年前日本に上陸するときに、そのお披露目のパーティーのときに、声かけていただいたのが知ったきっかけですね。普通ブルットから入っていくと思うんですけど、いきなりアールデコ飲んだんですよ。それがすんごく美味しくて、思わずボトルを持ち上げたのがそのアールデコっていう、なんだこれって思ったのが最初です。さまざまな種類のこうシャンパンあるんですけど、個々にすごいいい個性があるので、そこをこう拾い上げながら料理に合わせていくんですけど、まず飲んで美味しいっていうのがそこに第一ですね。最初じゃあブリュットっていう清涼感のある爽やかな感じであったりとか、なんかスタートにはすごくいいなって感じますしね。ロゼのシャンパンの方はすごくこうフルーティーさがあるんですね。でデザートにはもちろんすごく相性いいんですけど、甲殻類、例えばオマールエビだったりとか、フランス料理よく使う食材ですね、その中に一緒にこう合わせてあげたりとか、さまざまなこう顔を出してくれるので、いろんな料理のシーンに合わせやすいなとは思ってますね。メネジメント本当美味しいですね。本当にこうヴィンテージシャンパンがこう入ってくることによって、味の深みとかそういうものは、表情が変わってくるので、そこは本当に素晴らしいなと思いますね。エスプリ最高峰だと思います。もうエスプリを飲んでしまうと、ね、次何飲んだらいいんだろうなと思う瞬間はあるんですけど、ただ本当に特別な時には開けたいなって思うシャンパンの一本ですね。飲んでます。僕意外とプライベートの時はシャンパン開ける方なんですよ。家で、あ、今日シャンパンだなと思えばシャンパン開けたりとかするんですけど、その時はやっぱりもうブリュットだったりとかアールデコとか、その2種類が多いですかね、はい、すごく多く開けますね。やっぱりこうシャンパンに塗って花ありますしね、なんかそういう特別な時に飲むっていうイメージももちろんあるんですけど、特別じゃない時とかね、例えば何かに失敗したとか、くよくよしてるとか、そういう時にも晴れやかな気分にしてくれて、次の日のためのリフレッシュしたりとか、そういう機会の時にもシャンパンってやっぱりすごく大事な飲み物なんですね。でその中でもこうこのブリュットが持っているそのフルーティーさだったりとか、柑橘の風味だったりとか、そういうところをこう最初に一口飲むと押し込んでる気持ちもパッと明るくなったりとか、そういうところがあるんで、だからなんかそういうシーンでいつでも飲みたいなって思います。なので他のシャンパンもちろん美味しいんですけど、僕にとってこれはやっぱり特別なシャンパンですね。レストランシーンでよくこう食事される方、この方たちにはもちろんコレというシャンパンをぜひ召し上がっていただきたい。でコレの特徴として、すごくこうなんでしょうね、ふくよかなこう明るい感じだったりとか、あとはコクの部分とか、ミレジメになるとやっぱりこうヴィンテージシャンパンになったりとか、そういうものが入ってくるので、1本で最初のオードブルからメインまで楽しんでいただけるので、そういう食通の方たち、食事のシーンがすごく大事な人たちには、ぜひぜひ選んでいただきたい1本ですね。あとはこう、いや初心者ですっていう方たち、ウェルカムです。ぜひブリュットから、もしくは、アールデコから入ってみてください。シャンパンスタートじゃなきゃいけないようなイメージあるんですけど、ブリュット開けたら一本飲み切るまでずっと楽しんでいられるような、そんなシャンパンなので、ぜひぜひ入門編としても、食事のすごく好きな、クロートの方たちも、はい、どんな方たちにも対応できると思うので、ぜひ楽しんでいただければと思います。